女性たちは秘密保護法に反対すると各界さまざまな立場の人から発言をしてもらいます。内合恵子さんもちょっと遅れるんですが必ず駆けつけて発言をして、くださるということで、今神田香織さんが来てくださいましたが、今日その女性たちは秘密保護に反対するという記者会見をさせていただきます。で、そしたらですね、時間の関係もあるので鎌中ひとみさん、はい、お願いします。私からですか？はい、そうだ、いきなり、皆さんこんにちは、映画監督の鎌中です。ずっと、核をめぐる映画を作ってきたんですけれども、今回、みずほさんの呼びかけで今日の記者会見に参加させていただきました。今東京新聞に、コラムを各種で書かせていただいてるんですけど、そこにも、秘密特定秘密保護法に関しては断固私は反対であるということを表明しましたが、これは、この法律が通ると誰が儲かるのかっていうことをやっぱり考えてみますと、例えばそのアメリカが戦争し続けなければ経済が回らないようになっているのは、やはりそこに軍産複合体というものがあって、政治家というのは自分たちの政治理念とか、あるいはそのすごく客観的に冷静を分析して、政策を取っているのではなく、そういう産業界経済界からの圧力でもう本当はやってはいけないようなことをどんどんやっているわけですよね。でイラク戦争も、大義は掲げつつその裏側では全然大義がなかったということも、もうバレバレの状態なんです。でこの特定秘密保護法を、通すと誰にとって得をするのかっていう観点から考えると、やっぱりその原子力利権に絡んでいる人たちが、原子力をどう客観的に考えても続けていく、何のメリットもないのに続けているように、やはり、これはそのアメリカのように軍産複合体が日本でできるような道を作るための、そのための法律なのではないかと私は思えてしょうがないんですね。それよりも何よりも、まずこれまでこんな法律がなく、戦後戦争しないとか、格差をなくすとか、真っ当なことを掲げてですね、社会構築をしてきたにもかかわらずものすごく逆行してしまいますし、私自身が、作ってる映画に関しましてもですね、今は福島を、一つの舞台として小さく君の彼の帝国を作ってるんですけれども、被爆の情報とか、あれどれだけ放射性物質が出てそこの土壌汚染がどれだけあって、あるいは健康調査をしたらどれくらいの子どもたちに影響が出てきたのかとか、そういうことは反対賛成関係なく客観的なデータというものが、つまびらかに公開されなければいけないのにですね、もしこの法律が通ってしまいますと、もうすごく恣意的に、情報が操作されるのではないか、あるいはもうないことになってしまうのではないか。そうすると私たちがきちんとしたことをメディアとして伝えたいと思っても、これまででもハードルがあったんですけれども、ますますハードルが高まってしまいまして、もう本当にこれはですね、情報公開は民主制の大前提、情報は一体誰のものなのかっていうことを、もうどう考えてもですね、これ国民のものであって、そりゃその軍事機密とか自衛隊が持っているそういう何かそのいろんな国に関する情報とか、それをわざわざ漏洩させろということを言ってるわけではなくですね、ただこの法律の中身を見てみると、どう考えても社会的に必要なことが、その政権の、欲しいままにですね、秘密が何なのかもわからないままに、でそれがわからないから、私のようなものがですね、ちょっと盲信的にその情報にこうアプローチしようとすると逮捕されてしまうと。でしかも一旦秘密にされたものはものすごく長い間公開されないと。でその日本は世界の中でも情報公開が非常に遅れている、民主主義というその制度を持っていながらもですね、非常に遅れている国なのにますます後退してしまうという危機感を持っています。本当にその民主制の後退、民主主義の後退であり、そのメディアがますます隠蔽体質にこう偏っていくというか、それに寄り添っていくというか、もう本当に本家本元が出さなかったら、私たちは本当にそこにこう、到達するっていう情報公開を請求してもですね、
でなかったらもうジャーナリズムなんか死んじゃいますよ。これは本当ファシストの政権が誕生することへの第一歩だと思いますので、もう本当にみんなで私もここに来て声を上げて、私みたいなものが何を言ったってと思いますけれども、でもどんな機会も小さな機会も捉えてですね、断固反対であると、なぜならばということを本当に一人でも多くの方が言っていただけますように、女たちだけではなくですね、男たちも声を上げて、男たちのこういう記者会見もぜひやっていただきたいと思っています。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あとちょっと時間の都合でって方いらっしゃいますか。よろしいですか。そしたらですね、そしたら三下さんの方から言っていただけますか。はい、こっちにどうぞ。いいですか。いいですか。おばさん最後の方がいいですね。はい、環境 NGO の FOE ジャパンというところの、三田環奈と申します。本当にこの秘密保護法案、今田中さんがおっしゃられた通り、本当に民主主義の根幹を揺るがす話で強く反対します。私たちはですね、環境という視点、あるいは時には人権という視点、そして311以降はですね、この原発被害というものに市民団体の立場として市民の皆さんと共に、取り組みを進めています。ところがですね、この今秘密保護法案、解釈次第によっては全ての、情報が秘密にされかねない。私たちがアプローチ、当然のごとく情報というのは当然のごとくやはり主権者たる国民の方に帰属しているのが原則だと思うんですね。それがその政府の施政によって、その範囲が決められてしまうというのは本当に危機感を覚えています。で、実はこの間ですね、市民の皆さんと一緒に一生懸命国会議員の事務所を訪問したり、あるいは2日ほど前から緊急署名ということで国会議員に対して反対してくれという緊急署名を取りました。もう本当に驚くほど多くの方がこれに関して危機感を持って、わざわざ愛知からあるいは北海道から駆けつけてきて、ちょっとでも何かしたいというこの市民の声が、本当に危機感を持った市民の取り組みが各地で進んでいるんですね。この国会議員にもわざわざ足を運んでくださっています。この声をきちんと国会議員の皆さん、そして、行政は耳を傾けるべきです。パブリックコメントも9万件も集まったのに、たったペーパー2枚、何も公開されていません。今だって秘密が多すぎるんです。私たちが知るべきことが知らされていません。そんな中で何の必要があるんでしょうか。その必要すらきちんと説明されてはされていないわけですよね。で、今まで提起されている全ての疑問、全て説明されていないんですよ。秘密の範囲、秘密の機関、第三者機関、国会議員のその権限を制約する、あるいはそもそも何で必要なの、情報は今でも隠されていますよねっていう全ての疑問に対して何の返答もなされていないまま、しかも与野党の不透明な取引の中、なんかよくわけのわかんない妥協案が出されてですね、スルスルと国会審議をすり抜けて、今その国会審議全然なんか何でしょう、国会審議の意味があるんでしょうか。与野党で私たちの知らないところで取引がなされて、なんか首相第三者機関的に扱うみたいな変な合意がなされて、こんなの誰も納得できない中で進んでいる今、本当にこの状況に民主主義の危機を感じています。で、今日一緒に署名ですとか運動に取り組んでくれた市民の皆さんが来ていますが、本当に今日に日にこの反対の声が高まっているのを、国会議員は一人の国会議員として、党派がどうあれ一人の国会議員として、今こそ反対の声を、主権者たる国民の代表として反対の声を上げていただきたいと思います。黙って自分は本当は反対なんだけど党の方針に逆らえないとか考えていたって絶対ダメなんだと思います。今こそ、国会議員の人たちは反対の表明をしていただきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。じゃあさんどうぞ。あ、どうぞ。すいません、ありがとうございます。すいません、じゃあお願いします。原さんお願いします。
原博子と申します。元国立市長、脱原発を目指す首長会議の事務局長をしております。今水野さんの話を聞きながら日本国憲法という映画に出てくる日高六郎さんの言葉をちょっと思い出しました。日高さんが、危機感を持ってあの時にずっとおっしゃってたのは、戦争っていうのは足音を立ててやってくるわけではない、なんかまだ大丈夫かもしれないって寡黙にしてるうちにハッと気がついたらもう絶対物を言えない時代になってしまうんだって、これが怖いんだっていうことを私何度も何度も聞いたことがあります。まさに今ひょっとしてもう足音立て始めてるのかもしれませんけれども、なんと怖い恐怖政治の時代がやってきたんだろうかという思いでいっぱいです。2003年に、有事法が通った時からずっと政府に対していろいろ意見は言ってきましたけれども、ここまで日本は落ちぶれたのかと思います。憲法の前文に、ああいった悲劇を二度と繰り返さないために、政府が二度と過ちを繰り返さないために、主権各国に損することを宣言し、この憲法を制定するというふうにあります。政府は国民のものです。主権者は国民ですから、情報は明らかに国民のものです。情報なくしては市民は何もできません。私たちのまさに生きるという権利は、私たち自身が情報をきちんと把握できるということによって保障されるわけなんです。これはまさに皆さんがおっしゃっているように、情報を一元管理する、このことによって国民を操っていく、コントロールしていく、余計なことをここに並んだような女性たちはもう直ちに逮捕という時代が、本当に嘘じゃなくそういう時代を経験しているわけですから、私たちは二度とこういう経験はしたくない、少なくとも子どもたちはさせたくないと思います。でそんなことないだろうって結構皆さんそれは大げさだよっておっしゃいますよ。そりゃだけど私この新聞ずっと撮ってるんですが、安倍さんとっても仲のいい麻生さんが那智に学べっておっしゃったじゃないですか。まさにこれですよ。民主的な手続きやってきたけれども、実質は手法を学べって言ったんですよ。民主主義的な、国会でいろいろ法律を作りながら 全権をヒットラーが握ることによって世界中を震撼とさせるような戦争を起こしたわけでしょ。まさにこれはその手口じゃないですか。でこれはね、最初多分磯崎陽介さんが最初は作ったんだと私は確信しておりますけれども、有事法を作った方で今参議院議員ですが、自民党の、憲法改正草案と全部リンクしてますよね。私は自民党 の憲法改正草案の中の98条99条とっても怖いと思ってます。それは緊急事態宣言ができるっていうことが入ったことによって、いろんな市民が政府がこいつは危ないっていうふうに、要するに、いろんな、公の秩序を満たすっていうふうに判断すれば、それは拘束できるし処罰はできるっていうことが憲法の中に入ってるわけですよ。まさにこれはそうでしょ。秘密は絶対に与えない、少しでもキャッチしようとしたものは罰する。で私たちはとってもこのことは怖いですが、実はジャーナリストの皆さん、ここにいらっしゃる皆さんが一番怖いはずです。皆さんのスクープはまさに隠されたものを暴き出して世論に投げ出していくことが任務なはずなんです。それが一切できなくなる、何とでも理由はつけられます。これが今までの怖い政権を握った人たちのやり方だし、まさにナチはそうやって世界中に恐怖をもたらしたわけですから、この麻生さんの那智に学べというその本音を言ってくれた、そこを私たちはしっかり見極め、このことは絶対的に許しちゃいけない、許したら私たち日本は本当にもう民主主義なんてなくなります。そういう危機感を持って今日は参加させていただきました。どうもありがとうございました。ドイツ語の翻訳をしております池田と申します。
私は2011年に成立した公文書管理法がすごく好きなんですね。文書、公文書こそはそれを管理し、使える、参照できるということこそは、私たちが権力を縛る一番大きな武器だと書いてあります。それにのっとって、もちろん国家には機密はあると思いますけれども、非常に禁欲的言用禁欲的に作るべきだと思います。だけれども今回の法案には、どういうものが、特定秘密にできるということは書いてあるのだけれども、こういうことは特定秘密にしてはいけないということは書いてありません。実は今ようやく話題になってきたツワネ原則。ツワネ原則には、例えば、人道人権に関する事柄、それから公衆衛生に関する事柄は機密にしてはいけないというものがあります。そのようにネガティブリストですか、そういうものを持たないこの法案は、やろうとすれば何でも秘密にできてしまう大変危険なものだと思います。また期間も限定的なものでなければならないのですけれども、5年で30年経ったら、首相のなんかとかありますけれども、その間あるいはその間の保管について、あるいは公開についての明文的な規定はありません。これでは公文書法に乗っ取って私たちが権力をコントロールすることは望めません。このツワネ原則のことを安倍さんは民間のものなんでしょっておっしゃったらしいんですけれども、そんなことを言えば、政府が民主党政府から踏襲して放射線防護のために使っている ICRP もあれも民間団体なんですよね。ツワネ原則をというのは70カ国のから集まった安全保障と人権の専門家、それぞれ国連ですとかそういった国際機関に所属する専門家が集まって2年間かけて、で14回かな、会議をして、それで国家の秘密と人権をどのようにバランスさせるかということ、今時点の段階での知恵を絞ったものです。でこのツワネ原則が今年の6月に出ました。つまり私たちが311の大災害に見舞われて大変だった時に進行していたので、今まで話題にならなかったのも無理はないかもしれませんけれども、このツワネ原則が発表されてから、この安全保障と人権に関する法制が議論されているのは日本が初めてなんじゃないでしょうか。だったら私はこのツワネ原則に従うべきだと思います。日本の有識者会議の誰一人このことを知らなかった、あるいは言わなかったというのは先進国として大変な恥です。先ほど申したそのツワネ原則のネガティブリストなんですけれども、人権、公衆衛生で皆さんピンと来られたと思います。311の後、直後、特に直後に放射性物質の拡散がどういうふうになっていたかっていう情報がはかばかしくも公表されずに、住民の一部の初期被爆を免れなかったという大変もう痛恨の経験を私たちはしているわけです。ですからこういう法制を作るのであれば、ツワネ原則に従ったものであること、それのためにはこんなに拙速に今国会で通すなどということがあってはなりません。もっともっと市民的な議論を深め、国会議員も勉強し、政府ももう一回顔を洗って出直してほしいと思います。まあ出直す暇はないかもわからない。この
法案が安倍内閣のミッドウェイになると言った人がいます。なるじゃなくってミッドウェイにします。今日の日比谷野音だけではなく全国7カ所で反対の集会があります。日比谷野音は3000人集まれば5000人集まればなんとかなるんじゃないかと言っていたけれども1万人を超える予定です。ですから各新聞社の皆さんどうかこの集会がある分岐点だったなということになりますのでぜひぜひ写真入りで報道していただきたいと思います。一面でありがとうございました。ありがとうございました。すみません、高子さんが4時まで出なくちゃいけないっていうのでちょっとすいませんね。改めまして皆さんこんばんは、衆議院議員の鈴木貴子でございます。ちょっと先に失礼ということで先輩たちを前に大変申し訳ございません。私はこの特定、何が特定秘密かわからない特定秘密保護法案はまさに今の日本のそしてまた未来の日本の形をまた存在自体を危ういものにさせる非常に危険な法案であると思っております。よく、安倍総理しかり、閣僚の皆さんもなんですけれどもさまざまな新しい法案を通す際にですねこれは国際基準なんです、グローバルスタンダードなんです、世界の中の日本であるためにはこれが必要なんですといった説明をよく最近耳に皆さんもされるんじゃないでしょうか。もしこの特定秘密保護法案が本当にグローバルスタンダードであればなぜ数日前海外記者クラブの皆さんがこの法律は非常に改悪だと悪法であるとそういった表明を出されたんでしょうか。またパブリックコメントを政府取られた際にもそのパブリックコメントの8割がこの法案に対して反対であるもしくは不安を抱いている。しかし政府もそうです。そしてまたメディアの皆さんもその事実を注視されなかった。パブリックコメントを取って蓋を開けたら8割が自分のそれこそ都合の悪い事実だったならば蓋をしてしまい、いや蓋ができるんだ、こういったものは非常に恐ろしいのではないでしょうか。またこの間も、答弁の中で、森担当大臣がですねもしこの法律がすでに過去、アルジェリアの人質事件の時に通っていれば日本は海外から必要な情報をもっと手に入れることができたんです。この法案を通す一つの理由にさまざまなその海外からの、確信ある情報を手に入れるためだというような答弁もなされています。ならば私はお尋ねしたいんです。もしこの法案が通ってあの時に通っていれば日本は一体どこの国からどんな情報が得れたんでしょうか。その質問を投げかけた時に大臣しかり政府の皆さんは何一つ答えることができなかったわけです。もしそこまでの自信があるのであれば確証があるのであれば我々国民にしっかりとその根拠また論拠というものを示すのが政治家の役割ではないでしょうか。私たち国会議員はバッジをつけているから国会議員であるとは思っておりません。私たちは選挙という民主主義によってこの地域のために日本のためにいやふるさとの将来のために働いていいです。いや、働いてくださいと託されたのが我々政治家だと思っております。この法案が通ってしまえば、我々国会議員が持っている国政調査権、それもが形骸化してしまう。また私も、これまで50本ほど提出をしてまいりましたが、質問主意書。これは、政府に対しての見解を正す質問です。閣議決定をされた非常に尊い重い意味を持つ答弁が返ってくるものがあります。しかしこの特定秘密が通ってしまえばその時々の権力の都合によってその時の政府によって
というものが勝手に特定されてしまい、またその根拠もないままに特定され、すべてが蓋をされてしまう。ということは、私自身は、この法案に賛成している皆さんは、国会議員の先生たちは、私たちは働きませんと宣言しているのじゃないでしょうか。私たちは働くことを許された身分なんです。皆さんの前で頭を下げて働かせてくださいと、働きますと約束をしたのが私たちなんです。ならばなぜバッジをつけてその権利を今手にした今、国勢調査権もどうぞ返上します。皆さんの国民の知る権利、いや目をつぶってください。なぜこんなことが言えるのか。また維新の皆さんも、みんなの党の皆さんも、私は政治家として一番やってはいけないのは安易な妥協だと思うんです。中途半端な妥協ほど不始末な、いや言葉は悪いかもしれませんが、不始末な行為はないんじゃないでしょうか。私はここでぜひ皆さんにお願いをさせていただきたいんです。ぜひ皆さんの地元の国会議員の先生に、先生、あなたはこの法案どういうお考えなのですかと電話をしてみてください。ファックスでも結構です。Facebook、Twitter、メールでも結構です。皆さんの代表である国会議員ならば、皆さんの質問にしっかりと目を見て答えるべきなんです。ぜひとも皆さんお一人お一人が、皆さんの代表である皆さんの手であり足であり、また口である国会議員に正していただくことによって流れが変わるかもしれないんです。今衆参でもねじれが解消されたと言われていますが、何よりも未だに残っているねじれというものは、その数におごった国会議員と国民の皆さんの中にまだねじれは私は存在していると思っています。皆さんの代表なんだと、改めてぜひとも皆さんの一つの質問で、一つの行動で国会議員に問うてみてください。私も自分の与えられた立場で、自らの声で、思いで、政治家として、また一人の人間として、これからの日本の未来を背負っていく若い世代の代表としても声を上げてまいります。このお約束をさせていただきまして、またわがままでありますが、皆さんにも先ほどのお願いをさせていただきまして、私からの挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。では神田さんお願いします。はい、私は芸人の立場で秘密法に反対するために今日はお邪魔に上がりました。講談というわけ、皆様ご存じない方多いと思いますが、昔から落語は笑いを提供し、浪曲は涙を呼び、講談は庶民の怒りを代弁するわけというふうに言われておりました。その昔500年も前にできて、ジャーナリストの先駆けとも言われております。戦の様子を見てきて、そして庶民のその時の為政者に対する怒りの声を大にして訴えるのが私たちの一つの仕事です。もちろん古典を守るっていうのもありますが、新作をどん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 作っていって、これでいいのかというふうに訴えるのが私の仕事なんです。この出身は、私は福島県のいわき市でございます。原爆、この事故でもって大変な目に遭っている仲間の皆さんがですね、ふるさとの皆さんが、これからますます大変なことになっていくんですね。私は講談で年に1回か2回新作を作っていこうと決めて、もう1作目を発表しております。母子避難をした家庭の話ですけれども、今度は作業員の皆さんに取材してお話を作っていきたいと思ってるんですね。それが、この法案が通ったら、それができなくなってしまうんです。500年の伝統のある和芸の世界が、この法案が通ることによって断ち切られてしまうんですね。そしてまた本当に苦しんでいるその声をメディアの皆さんも拾い上げて世の中に訴えていくのが仕事なわけですが、私も芸という切り口でそれをやっていくのができなくなる。ましてや今インターネットとかいろんなものでいろんな情報を取って取材をして、それを講演各地で呼ばれるときに私は訴えさせていただいているんです。でそれを喋ったらば、弁士中心なんてことになったら私食べていけません。それどころかね、囚われの身となったりしたらしゃれてもなりませんよ。もうこんな冗談みたいなことはすぐにやめてほしいですね。どう考えたってマジとは思いませんよ。冗談ですよ。
公爵氏見てきたような嘘をつきって、私たちは昔から朗らかに人を幸せにする嘘をついてまいりました。小さいことを大きく言って。だけどその私たちが今商売やりにくくなってるのは、首相が嘘つきまくってるのなんですよね。湾内から汚染水出てないとか、お皿は全部自分がコントロールしてるとか、これが世界中にどんなに思われてると思いますか。やっぱり学ばれてますよね。でそれを、そういったことをこれからどん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 出ていく、これは原発事故は一つの例でございますが、これからますます過酷な状態になっていくのをまるで覆い隠すかのような法案だと思うんです。これはもう一言だと思ってる場合じゃありませんね。間違いなく私たちの生存にかかってくると思うんですね。私のこれから作っていく新作、それから実は公爵士ってのは数が少ないんです。70人しかいないんです。これじゃ足りないっていうことで、今アマチュアの講談師を育成しております。今日も日比谷に行きたいんですが、この後講談教室があるんでそっちに行かざらえないんですが、そこで魚のたけのこのようにいろいろ取材して新作を作っていくような、あの公爵士育てているこの人たちもそれができなくなってしまう。もう公爵士を泣かせるようなそういう法案は絶対に、まあ、公爵士だけじゃありませんからね、やめていただきたいということで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。そしたらですね、まだ落合さんと大林さんなんですが、あの 私たちは田村さんと、糸村さんと私で、あのそれぞれ少しは話しますが、コントをまだ練習してないんですが、ちょっと皆さんに披露したいと思いますというのはですね、国民全員がこの対象だっていうところがミソだと思うんですよ。あなたも私も逮捕されるっていうのを分かりやすくで、じゃあお願いします。ちょっと前でやりますので、すいませんね、ちょっとあの、落合さんと大林さん、ちょっと待っててくださいね。はい。何かやつけ本番なんです。やっぱり、はい、もうやっぱり紙芝居とかコントとかね、あのいや、分かりやすく。私はアメリカ軍の基地で働いている労働者です。今日は勇気を持って糸数恵子さんの事務所を訪ねようとここにやってきました。糸数さん、ちょっと聞いていただきたいんです。ものすごく悩んだんですけれども、実は私が今やってる仕事はアメリカ軍のその基地の中に大きな穴掘って、どうもそこに有害物質をこう捨てて埋めるっていうこの仕事に自分関わってるように思うんですね。で、あの上司からはこれは秘密だから絶対他に行っちゃいけないよ、秘密だからね、誓約書書きなさいよって言われて、いやいや誓約書も書いたんです。だけどこのままじゃどんどん土壌汚染が進んじゃって、こっから先沖縄どうなっちゃうのかな、もう勇気を持って今日は糸数先生になんとかこのことを調べていただきたい、そう思ってここに来たんです。なんとかお力添えいただけないでしょうか。よく来てくれました。あの今までも沖縄のこの状況というのは本当にあらゆるところに米軍の基地があった場所に、米軍が返還された基地の後に数々の枯葉剤であるとか PCB であるとか六角クロモであるとかいろんなものが出てくるんですけれども、防衛省もあるいは日本政府、また沖縄の外務省の出先含めて知りません、地位協定があってそこはやる義務はありませんとかということで、いろいろ地元の人たちの不安を本当に払拭できない状況に置いてるんですね。今お話にあったところ、おそらくあちらかなと私大体想像つくんですけれども、沖縄の中部のあそこですよね。あそこですよね。はい、ぜひですね、きちんと調べて国会の中で追及していきたいと思うんですけど、果たして今の田村さんのこの要望に応えられるかどうか、いやこれはどういう状況で果たしてどの程度までベールを剥がすことができるか心配であるんですけれども、でもやってみましょう。知る権利ありますから。じゃあ私も勇気を持って持ってる資料は先生にも提供しますんで、どうぞよろしくお願いします。ぜひぜひ提供してください。基地従業員の皆さん、不安な状況の中で働いていらっしゃると思うんですけど、一つ一つきっちりと正していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よかった、これでちょっと世の中にこの状況が分かったら少しはこの基地の問題が解決できるかもしれない、よかった、資料を渡せるようにしようと思っているところに、ある日突然新聞記者から接触を受けるようになりました。今度糸川さんが新聞記者沖縄琉球タイムズの新聞記者です。実はですね、今あの
中部のあるサッカー場で大変なことが起こっています。米軍が民間に対してかなり前に実は土地を返還して使ってくれと言ってるんですね。クリントン広場とかなんとかっていうのが実はあるようですが、そこをですね基地のまあ人たちが何も知らずに働かされたりいろんなことをやってる状況の中で、どうしてもこのことを一つ一つ暴いてしっかりと新聞で公表したいんですけれども、資料をお持ちじゃないでしょうか。ありましたらぜひぜひ。いや、いやそれはちょっとお願いしたいんですが、それはちょっとあのいや知らない知らあでもな心のつぶやきです。あでもなやっぱり知ってること言った方が世の中に知られるのかな。沖縄ばっかりに基地があってどうにかしなくちゃいけないと思ってるからどうしよう。でもやっぱりな怖いな怖いな怖いな。いやいやだって防衛省あるいは外務省すべて国会議員であれば調査権があるし、私たち新聞記者にはノーでも皆さんにはちゃんとやって知らせていただけるんです。それをぜひ県民にも国民にも公表してスクープでも上げてしっかりと国民を安心させて納得させたいと思うんですがどうですかどうですか。15分悩んだ末わかりました。それじゃ協力します。実はその資料も私の家にあるんです。今度それ持ってきますんでちょっと待っててください。他には明かさないでください。どうか奪い取るようのスクープでどうか県民の皆さんや全国の人に知らせてください。ありがとうございます。なんとかきちんと暴き出してやっていきたいと思いますので今後ともご協力よろしくお願いいたします。くれぐれも名前を出さないようにお願いいたします、はい、ちょっと待ってあなたたち、あなた基地従業員で秘密指定って分かってるんでしょ。それを漏らしたんだから懲役10年。そして糸数恵子参議院議員、あなたは秘密指定されてる人間から秘密もらって共謀したでしょう。この共謀は秘密保護法違反ですよ。5年以下の懲役ダメですよ。暴こうとしてそんな国会議員もですか。そうです。国会議員除外するなんて書いてないですよ。そして新聞記者琉球タイムズの糸数恵子ダメですよ。秘密指定されて秘密持ってる人にあなた脅迫して秘密取ったでしょう。これは23条明確違反で10年以下の懲役です。どうしましょう。みんな捕まっちゃったら結局暴けなくなっちゃうじゃないですか。みんな逮捕逮捕逮捕。秘密と知らなかったなんてふざけたこと言うな。秘密、日米安保が秘密の秘密って幼稚園児でも分かりますよ。秘密と知らなかったなんてことは通れませんよ。冗談じゃない。そして公判廷に行ったら国会ではね森担当大臣はこう言いました。共謀、それは外形立証でいいんだ。秘密は公判廷には出てきません。せいぜい公判廷で暴れることですね。でも公判廷には秘密は出てきませんよ。10年、5年、10年、あんたち国家の安全を害した不貞の輩だ。全員逮捕。うわということで、これはですね、実はぶつけ本番だったんで、2人ともありがとうございます。あの、私一言、これ国民全員に関係する話、あなたも私も逮捕される。情報公開や秘密を暴こうと共謀したら逮捕っていうので、一言だけどうぞ。今日はありがとうございました。じゃあ、ちょっと上に向けあの、日本共産党の田村智子です。こういう法案が私はブラックジョークのような修正によってそれで成立させられようとするとは本当に許せないです。さっきあの、講談師のお話ありましたけれども、法案もブラックジョークなんですけれども、内閣総理大臣が政府の第三者的役割を果たすってこれほどすごい風刺はないですね。そしてあの秘密の方は60年経ったらその秘密は分けて、60年前って何だったかなと思ってさっき調べたら君の名はの映画の公開がね行われた年なんですね。奄美大島が返還された年なんですね。沖縄返還の時の資料が出てくるまでにはあと20年ぐらい待たなきゃいけないってことですよ。その頃にそのことに関わった政治家たちに
例えば新聞記者の皆さんインタビューしようとしても、そりゃ記憶にないとか、もうご存命ではないとかですね、もう天国に電話かけて電話聞くのかっていう状態ですが、これほどのブラックジョークはないと思ってます。こんな恥ずかしい修正を出させない廃案にするために皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。特に沖縄が狙われるのではないかと思って、本当に不安でたまらない沖縄県選出の無所属の伊藤和恵子です。先ほどは役割が、いきなり議員になったり記者になったりしておりまして、入れ替わったりちゃんと答えられてなかったりしておりましたけれども、本当におかしなもので、何が秘密、それは秘密、どれが秘密、どれでも秘密、いつでも秘密、いつまでも秘密、もう本当に何が何だかわからないような法案ですが、とりわけ沖縄にとりましては、先ほど田村さんからもありましたように、1972年、沖縄が本土復帰した時に、かなりの密約がありました。それも本当に佐藤元首相がニクソン大統領に対して、いろいろその沖縄のことを言っておりますけれども、実際には核抜き、そして、基地を減らしていくというふうに約束しましたが、実際はそうではありませんでした。密約があって、核も有事になったら使っていいという密約があったり、西山武さんの件でもお分かりだと思いますけれども、本当に沖縄返還に関わるあらゆる情報は、記者や政治家やいろんな方々の活動によって少しずつ少しずつ明らかになりました。でも密約はないというふうに政府は考えていると安倍さんも今もおっしゃっています。とんでもないと思っています。それから今沖縄で現実に起こっているオスプレイの問題、実は防衛省が自衛隊でオスプレイを使うという無人機をまた取り入れると言っておりますけれども、どんなに国会で質問しても、それから、県民のあらゆる団体を通していろんな活動をしても、ずっとずっとオスプレイの配備すらないというふうに防衛省言ってきましたけれども、たった1枚の 紙切れで、配備しますということで、現在24機のオスプレイが沖縄に駐留しています。そういうことをもろもろ考えますと、この防衛の問題、外交の問題、まさにこの沖縄に直結する大変大きな問題です。何としてもその法案、本当に廃案に追い込みたい。県民の皆さん、そのような思いで来ております。その思いを私も共有をして、皆さんと一緒に活動して頑張っていきたいと思っています。今日ありがとうございました。こんにちは、落合でございます。遅くなって申し訳ございません。情報の隠蔽、情報の開示の反対方向、そして虚偽の報道、すべて私たちは福島第一原発のあの事故で味わっていますし、今も現在進行形で味わっているはずです。これがさらにひどくなっていく、これがさらに広がっていく、さらに秘密はどん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 深まっていく、その中で民主主義はどう機能したらいいのか全く何も見えません。今日ここに来る途中、東京駅から皇居の横を来たんですが、まだ夕日が綺麗で、イチョウが金色に光ってて、そして散っている、その下で小さな子供がお母さんと一緒に遊んでいる、ブルーのこうフードのついた洋服を着ている男の子が思いっきり走って笑っている姿を見た時、この子の10年後や15年後はどうなっていくのか、再び戦争への道を明らかに今踏み出している時どうなるのかと思うと少々胸が詰まりました。この特定秘密保護法案は言うまでもなく、民主主義への明らかなる侵略であり侵害だというしかないでしょう。あるいはテロリズムそのものです。この法案そのものが一つ間違ったらというか、もうそこまでですね、来週早々というのが見えてはいますが、私たちはやっぱり反対ですと言わなきゃいけない。そこで何が一つ大事か、メディアの方にもお願いします。修正についていいとか悪いとか言うのはもうやめませんか。
修正だけを私たちテーマにしているんではない、もっと抜本的にこの法案そのものがおかしいんだと、民主主義に対する大変な侵略なのだというふうに見ていかないと、何年だったらいいやとか、ここに何が書かれるようになったらいいや、毎回これで民主主義って狭まってきたんですよ、いつだって。だったら私たちはそんな修正についての議論はしません、まず廃案ですからスタートをしていきたいという思いがとても強くあります。ご存知のように今岩波ホールでハンナ・アーレントが長蛇の列できていますよね。なぜですか、なぜなのか、たった一人になっても真実というものを可能な限り追求したいと思ったユダヤ系の一人の哲学者と、彼女を支えた米国のメアリー・マッカーシーですね、私大好きな作家だけど女性作家ですが、彼女との友情やその他諸々の中で一体正義とは何かという問いかけと、もう一つは世の中を動かしたのは凡庸な悪である。顔浮かんじゃうよね、今凡庸な悪って言った瞬間にわーっと大写しが出てきちゃう、内緒です、というのがあったりするんですが、この凡庸なる悪、陳腐なる悪というのは怪物の悪じゃないんです。通常の顔をして私たちと同じようにご飯食べて、私たちと同じように笑っている、その凡庸なる悪が私たちの社会の全てを決めていくとしたなら、私がさっき見たところのあの青いフードをかぶった男の子の将来、何も何も見えない現実がありますよね。それを許していいのですかという問いかけを私たちはしなきゃいけないし、修正のこれがいいとか悪いとか言ってる間に進むんです。修正云々するのはもうあっち方ご一緒にやっているだけですから、私たちは抜本的な廃案するしか考えられない、そこからスタートをしていきたいと思います。どなたかが積極的民主主義とおっしゃいましたが、私たちは違う意味で積極的民主主義を考えましょう。ラジカルという言葉が根源的という意味もあり、さらに前に進むという意味があるならば、私たちの人権と平和の積極的民主主義というところからもう一度スタートしていかなければいけないと思います。人前で短いフレーズ語るっていうのが最近私慣れてしまって、なんとなく政治家さんみたいな喋り方をしているのではないかと、ちょっと怖い部分もないくはありませんが、どうかメディアの方にもお願いします。修正から入らないでいただきたい。基本的に何が問題なのかから入っていただきたいと、心からお願いをしたいと思います。ハンナ・アーレントのあの中でアイヒマンが、彼がアイヒマンが本当に凡庸なる悪のように実写で出てくるじゃないですか。あの実写をじっと見た時、こいつらのためにあれだけの人が虐殺されたのか、そういう時代が来ないって誰が保証できるのか、それぞれ私もそうなのですが問いかけをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。じゃあお待たせしました、大林美香さんお願いします。いや、皆さんが素晴らしいお話ししていただいた後にちょっとするんだと思うんですけれども、私の方から足すことはもうほとんどないんですが、全て語られていると思いますが、まあ、私は21年前から、まあ、原子力に批判的な立場から市民活動を始めたものです。で、まあ、市民活動の基本というのはやはり情報ですから、情報がないと政府と話ができない、情報がないと企業とは対峙できない、やはりそういう意味で情報を規制するこの保護法には明確に反対です。で、まあ、関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、さっき話があったように全ての人々に関わることだと思います。まあ、福島さんと思い出深いのは、まあ、国に対して2004年ぐらいでしたか、核燃料サイクルコストの検討をやったことがありますかという質問を出したことがあります。その時国会の答弁で明確にありませんというふうに言われたんですね。でところが実は国は以前その検討をしていたことがあって、それは朝日と毎日のスクープで出たんですが、まあ、ロッカーの中に実はあります。
ありましたということで、でそのロッカーの中から出てきたもの、そしてそれから調べていくと何回か事業者と政府が核燃料サイクルのコストの計算をしていたということが分かりました。で特にそのロッカーの中から出てきた報告書に関してはある審議会の議事録と、まあ、調査記録だったんですけれども、その中では再処理をやった時、まあ、使用済み燃料を直接処分した時どちらがコストが高いかということを話し合った審議会でした。でその中では、まあ、当然核燃料サイクル再処理やった方が高いっていう結果が出ていたんですね。で当時の電力会社の代表者がそれに対して、まあ、こういうものが外に出ると良くないと、なのでこう、まあ、できるだけその、まあ、内部で議論するようにといったようなことを語った記事録が残っていた資料でした。で実は政府の審議会そのものが1995年のモンジュの事故までは全て公開されていませんでした。で、まあ、当時、まあ、今民主党ですけれども江田さんが科学技術庁の長官で審議会の公開をするということを決めて、で国民との対話を始めて、それで初めて、まあ、政府の審議会が公開されるようになったんですね。で公開当初は私どもも一生懸命行ってその傍聴しようとするんですけど、その真っ黒い背広を着た人たちがブワーって並んでて、あと女の子とかも並んでて、こうまあ、抽選 で女の子が抽選受かったらそれをこう背広着た男の人とかに渡したりしてて、そういう状況だったんですね。まあ、今はホームページで申し込みをしたり、比較的その、まあ、公平に一団体一人っていう形で政府の審議会傍聴できますが、まあ、そこでもまだ情報が隠されてる。で隠された情報、まあ、特に原子力に顕著だと思いますけれども、まあ、こういう情報を公開してくださいと言って、それこそ国会議員の方を頼んで、まあ、を通じて頼んだ情報も皆さんご存知のように真っ黒塗りのものが出てくると、まだ今もそういう状況で、まあ、水田さんの方から今も十分秘密じゃないですかって話ありましたけど、本当に今も十分秘密なんです。で、まあ、原子力の運動、私は環境運動もやっておりまして、で気候変動の問題もやってるんですけれども、まあ、つい先日政府が 3.8% 削減って非常にその後退した発表をして、まあ、各国から批判を浴びておりますけれども、日本の場合はどこの大口の事業者が一番その、まあ、排出をしているのかっていう情報も全て出してないんですね。でそれを、まあ、気候ネットワークという、まあ、一つの NGO が裁判で訴えて情報公開されるようになってきたと。でしかもそれをやったとしても特定の事業者についてはまだ秘密なんですね。でそんなこと皆さんご存じないと思うんですよ。温室効果ガスどっから出してるなんて秘密なんだっていうこと自体が驚きですよね。ただやっぱりそういった情報がないときちんとした分析ができない、きちんとした法律も作れないということで、まあ、私たちの活動の基盤ですから、まあ、それを脅かすような保護法というのは私は明確に反対ですし、皆さんも関心を持って自分のことなんだっていうことで引きつけて考えていく必要があると思います。まあ、さっき国民と国会の間にねじれがあるっていう話がありました。で私もまさにそう思います。原子力の問題も含めてなんだかよくわからない力がこうなんだかきちんとした議論もしてないのにある特定の方向に向かってダーッと向かっているというそういう総称感を感じています。やっぱりそれはあまりにも問題がたくさんありすぎて皆さんその全てに反対することができないから大変だって思ってらっしゃるのかもしれませんが、まあ、こういった本当に根本的な問題に関してはやはり立ち上がって声を上げていく必要があるというふうに思います。メディアの方々にもぜひお願いしたいと思います。これからも一緒に頑張ってまいりましょう。生活の党の小宮山靖子さんお願いします。鳥になりましたのでよろしくお願いします。はっきりさっぱりやっております。皆さんこんにちは。生活の党衆議院議員小宮山靖子でございます。ちょっと委員会等が重なりましてこの時間になりました。私どもは代表をはじめまずはやはりこのような憲法にも反する知る権利をないがしろにするこういった法案には断固として反対という立場を当初から明確に出させていただいております。特に私もこれ調べ始めて、軍機保護法ですか戦前のあれは本当に軍事だけだと言っておきながら些細なことで、学生も捕まる本当に過酷なものがあります。こんなようなことを二度と起こしてはなりません。しっかりと歴史に学ぶこと、そして何よりもこういった、隠したいことは隠せるようなそんな、法律はいらないんだと、もっともっと多くの方に声を上げて伝えていかなければならないというふうに思っております。私も正直、まあ、うち代表がいろいろございまして、はい、だからこそ
資料等の隠蔽とかそういったものに関しては非常に神経が尖っております。でもだからこそ国策捜査であったり為政者権力者のやりたいようにやるような政治はそういうところに持っていってはいけない。日本はこんな法案出て先進国なのかということは言う人たちいたら返上してほしいというふうに思っていることです。あります。ぜひこの特定秘密保護法案廃案に向け皆さんの声を、特に戦争になれば女性や本当に体の弱い方とか社会的弱者の方が被害に遭う、明らかなのは歴史に学ぶところでもあります。ぜひ二度と日本がそういった国にならないように皆様と一緒に反対をしていきたいと思っております。しっかり頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。鎌中さん一言言い忘れたという一言、はいはい、この法案を廃案にして出すべき情報を秘密にした官僚とか政治家を裁くような法律を秘密を隠しちゃいけない法律を秘密隠した人にちゃんと罰を与えるようなそういう法律に変えていくっていうことが大事かと思います。はい、じゃあ2006年沖縄密約が一切ないと官房長官ちなりにいた安倍さんとか有罪ありがとうございました。じゃあ実は3時半4時半で時間は来ているのですが、ご質問とどうしてもっていうのがありましたらお願いいたします。ザ・プレスジャパンの桜井真美と申します。福島議員に質問なんですが、今ネット上で安全基本委員会のですね、審議の、席なんかが映ってまして、与党の議員がほとんど出席していないという状況がネット上でかなり出てますね。それで菅官房長官も決してほとんど会議に出ていないという状況、それから担当官が、1時間30分遅れてきているという状況が、こんな重要な法案なのに、まあ、そういうことが正々堂々と回答することについて一言お願いします。昨日参議院の NSC 特別委員会で役人が、まあ、30分近く遅刻をして全く前代未聞なんですね。そしてもし定数を満たしていなければ即時もう解散というかそれはもうやらないというふうにすべきだと思っています。ですから重要な法案だって言いながらやらないんだったらもう廃案にという声を大きく上げていきたいと思っています。ありがとうございます。すいません、何か他に質問。はい、川口市から来た市民の稲毛と申します。毎日のように議員さん訪問させていただいてます。ですね、抗議活動でスピーチされる方の中に、憲法98条違反で、この法案無効にできるんじゃないかというスピーチをされる方がいらっしゃるんですけども、日弁連さんとか、あと福島さんも元弁護士ということなんですけど、その辺はどうなんでしょうか。98条っていうのは、なんか98条というのがあって無効にできるんじゃないかというスピーチされる方がいらっしゃるんですね。だから憲法に反する法律などは無効だっていうのですよね。例えば民法、いいですか、私答え、民法98条ってそうですよね、条文。確かに民法900条4号ただし掛けが憲法に違反してるみたいな言い方はできるんですが、法律ができてしまえばそれのもちろん廃止法案を出すことはできるけれども、それは私は法律的には憲法違反だと思いますが、無効ということを実際廃止法案などで実現しなければならないので、98条違反で無効なんですが、その無効であることを現実化するためには廃止法案を可決しなければならないので、だからもちろん無効というのは正しいんですが、政治的な中では廃止法案を通さなくちゃいけないということになります。ありがとうございます。今の話がね、
98条っていうのはちょっと持ってるんで読みますけど、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、承知及び国に関するその他の行為の全部または一部その効力を有しないっていうところ多分言われてると思うんですが、それがねやっぱりさっき私が言ったね、麻生さんが言った、那智に学べなんですよ。憲法にあろうと法律を作っちゃって、そういうことで変えていくっていうことで学べって言ってるわけですよね。だからそこを私たちは本当に叩いていかないと、要するにこう憲法の基本的なところを今揺るがすような法律が平気で出てきてるわけですから、国会の意味がない、国民の意を全然呈してないんだけれども、思い出していただくと第一安倍内閣の時にあの人は国民のものすごい反対があっても17本強行採決した人ですよ。国民の意向なんて一切構わない。だからそこに私今すごい絶望してます。絶望しないで頑張りましょうと言って、いやでもはい、では他にありますか。はい、田中と申します。よろしくお願いします。先ほど落合さんのお話の中に何々を入れればいいとか、ここを修正すればいいなんかじゃなくて絶対廃案だってあって、まあ、私も同じ意見なんですけども、現在国会の中で民主党さんなんかが修正案を作ろうなんて言ってますよね。と今回じゃあ仮にですけど民主党が反対に回ってくれた後に今度修正案を作るとも考えられますよね。ということは今度落合さんの話から発展して議員の方への質問なんですけども、そのような方とは、方とか党とはどのような関わりとか、ただですね、戦い方って何ですか。はい、ですね、私ちょっと NSC 法特別委員会の理事懇人ちょっと行かなくちゃいけないんで、ちょっとあと田村さんに任せ、っていうかまあ、ちょっとその早口になってすいませんが、みんなの党と維新の会の修正案、それがどういう形になるかということについては長所の修正でこの法案の根本的な問題が解決はしないというふうに思っています。でも民主党は修正というよりも対案でかなりつわね原則を入れる形の対案を少し入れていると。で私は獲得目標はとにかく今国会で廃案に追い込むことだと思っています。つまりこの国会で成立すると、日本人の常でお正月過ぎるとなんかめでたいなんじゃないけれど、なんかもう通っちゃったって、いや本当はそうじゃないんですよ、頑張るけれども、だけどこれが通らないければっていうか一日先に伸ばすだけでも反対が強まる、反対が強まって議論する中で廃案に追い込む、で年が明ければスパイ防止法が潰れたじゃないけれど、みんなが知れば知るほどこの法律が成立しにくくなるから、私たち市民はとにかく時間を稼ぐこと、時間問題が明らかになる前に通ることをとにかく避けることだから、じゃそんな政党とは組まないっていうよりも民主党が今回きちっと反対に回ってもらって、民主党の対案を自公が飲まないことによって、でとにかく私たちはみんなの党や維新の会でもブツブツ思ってる人たちと一緒にはこの法案を廃案にするために力を合わせたいと思っています。力を合わせていきます。怖いじゃないですけど、やっぱりそういう対案とかって話が出てくるところにはもう通っちゃうから、少しでも改善しようみたいな負け犬根性といいますか、やっぱり、ね、そういうのがあるからそうなっちゃうんですよ。だからそうじゃなくて、それは国民が絶対に認めないんだと、絶対これは廃案でなければダメなんだっていうことで、その民主党の皆さんにも廃案するんだってこう決断をさせるような、やっぱりですね、国の議員の中にはそういう方いらっしゃいますんで、やっぱり執行部の皆さんもね、そうだと廃案だというふうにこう確固とした立場に立てるようにちょっと頑張っていかなきゃいけないかなというふうに思います。はい、その通りです。はい、民主党もしっかりこの法案にというか一緒に廃案に追い込むようにっていう。他にありますか。ではだから私がさっき言っちゃったんででは1時間お約束の1時間を10分過ぎましたので、本当に今日来てくださった出席者の皆さん、そして今日来てくださった皆さんに本当に感謝しています。私たちは秘密保護法をとにかく反対の声をさまざまな形で上げることと、そしてこれが国民が全て対象なんだっていうキャンペーンをやっぱり張っていきたいと思っています。では本当にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.